新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。さあ新年一発目のマインクラフトダンジョンズはモッドを入れてます。下の方のアーティファクトを見てください。何か違いますよね。エンチャンターの書と何か二つがある。さあこれが骨付き肉ですけども、まあ人参なんですよね。そう、このモッドはウサギモッドです。今年はねウサギ年ですからね、一発目はウサギちゃんを使ってやっていきたいと思います。こんな感じで可愛いウサギちゃんが出てきて攻撃してくれます。おお、ここにもいた、いるんだよね。はい。でエンチャンターの書を使えばもちろんウサギちゃんも強化されて強くなります。はい、では行ってみましょうか。さあそれでは行きましょう。1月1日2日まあまあ3日ぐらいまではねゆっくりと休みたいなと思っておりますね。うん、まあマルチプレイはね冬休みの間多めにやっていきますので、まあ見かけましたら入ってきてください。うん、1月1日にねタワーが更新されますけども、どうだろうね、また難しい感じなのかな。まあ、難しかったら、まあ、やりがいはありますね。どうだろう、まあ、前回本当に難しかったからね。いっけ、俺が弓打ってある程度進んでいこうか。やっぱりさすがにね、難易度を若干下げたと言ってもウサギちゃんの攻撃じゃさすがにそんなガシガシは倒していけないっぽいね。まあいかにエンチャンタを入れたからといってそこまでの強化はできない。いやまあ難しいところですわ。でもまあそれでもねしっかり頑張ってくれてるからいいじゃない。まあウルフだからね、元はウルフの見た目が変わってるだけなんで、こんな感じですけども、この召喚系ももうちょっとね強化してほしいですよね。今のところ使える召喚が、ゴーレムぐらいかな、あと8。まあ、8もね HP 低いからそんなに活躍はできないんだけども、まあ、攻撃力がそこそこ高いんで、まあ、タンクとしてねうまいこと使っていければ強いんだけどね。じゃなくてもうほんとガシガシね召喚として戦っていけるやつが欲しい。もう今はねゴーレムがギリギリ戦っていけるかなっていうレベルなんで、それがなんとか、召喚だけでクリアできるそういう強いやつが出てきてほしい。まあモッドでしかいないんだけどウィザーとかねいてくれれば相当強くなるんじゃない。はい、ではボスをサクッとウサギちゃんで倒しちゃいましょう。あんまり入らないな。でもエンチャン入れればいい感じじゃない。ぴょん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 してくれてる、いいじゃない。俺が弓で攻撃するのとあんまり変わらないぐらいのダメージは入りますね。はい、では本日はウサギモッドですね。今年はウサギ年ですのでやってみました。まあ強いとはお世辞には言えないんですけども縁起がいいからいいじゃないですか。はい、ということで今年もね、毎日のようにマイクラダンジョンズ出していきます。ぜひチェックをよろしくお願いします。そして、マインクラフトレジェンズも発売になりますのでね、そっちもやりだしたらチェックをよろしくお願いします。ガシガシ攻略やっていきますよ。それでは今年もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。